ゾエーチャンネルはい脱サラリーマンのゾエーチャンネルです今日もよろしくお願いしますえー、iPhone12 Pro ゴールド購入ということでえー、と外観の紹介をさせていただきたいと思いますえ p エクスペリア1との外観比較もということでえー、私はですね今までエクスペリアソニーのエクスペリアをずっとスマホとしてもう何十年になりますが 使ってきておりましたが今回初めて iPhone12 Pro ということで iPhone を購入しましたで何で購入したかと言いますとこのゴールド感がすごくかっこいいなと思ったので購入をしましたということで、えー、外観ですねじっくり紹介させていただきたいと思いますちょっと噛んじゃいましたが はいということでこの動画の内容ですが、えー、iPhone12 Pro Gold の、えー、実使用中の外観紹介動画になりますあまりゴールドに特化した動画がなかったので、えー、作ってみました、えー、クリアケースを取り付けした状態でのご紹介となります開封動画などではございません、えーまあ、かっこいいと思ってますので何かのご参考になればと思いますっていうのが、まあ、実際に使ってるとどういう風な感じになるのかということですね、まあ、クリアケースで iPhone の なんていうんてうですかね外観を生かしたように使用したいと思っておりまして実際こんな感じになりますということで、えー、見ていただければなと思います、えー、途中で全、えー、機種といいますか前に使ってたエクスペリア1をそのままありますので少し比較していきたいと思っていますではじっくり見ていきましょうはいまずはですねえっ、ー、と iPhone12 Pro Gold ということでえっ、ー、と普段使ってますと えーとゴールドなのかシルバーなのかちょっとはっきり実はわかんないということがよくありまして動画を撮影するにあたってこのゴールド感をえ確認するためにどうしたらいいのかということでえとプレイステーション5ですねこれがまあ純粋な真っ白な色なのでここの横に並べるとゴールド感がより伝わるのではないかということでえ最初にえ置いてみましたということで、えー ここからは、えー、ケースをつけた状態で、まあ、外観くるくる回しておりますが、まあ、こんな感じですということで、えー、見ていただきたいと思います、えー、途中指紋とかべったりついてますがそれも、えー、普段の使用感ということであえてそうせずにそのまま、えー、動画にしております、えー、ちなみにこちらのケースなんですけども,もう家電量販店で、まあ、パッと棚に 並んでたやつクリアケース何でもいいと思ったんですけど、まあ、2000円ぐらいで背面がガラス素材のものがございましたのでそれをとりあえず買って装着しているという状況になりますで、えー、フィルムですね保護フィルムも、えー、と家電量販店で買ってたゴリラグラス的なものを、まあまりこだわらずにとりあえず貼り付けております で、えっ、ー、と、見た目がこういった状態ですね。ちょっと何度も何度もぐるぐる回しちゃってますけど、まあ、じっくり見ていただければなと思います。 でこのケースは縁、えー、がちょっと出っ張ってるということであ,がありまして、えーとまあ、ガタつきとかはないですね、はい、よくな高級ケースとかネットでいろいろありますけども、まあ、つけてみると何でも同じかなということで、はいまあ、ゴールドの素材感を生かしたというところを大事に 買っていきたいいななと思ってるわけけんですけども、まあ、いかんせんこういったじっくりゴールドのみという動画がちょっと YouTube 上でも探してもあまりなかったのでちょっとまあざっくりですけども見ていただきたいということになります。 はい、ここからがエクスペリア1の比較になります、えー、と左側がエクスペリア1ですね、えー、と画面の大きさはエクスペリア1の方が大きく見えますが、えー、実際そんなに変わらないということで、えー、と何かと言いますと Xperia 1は上下のベゼルがかなりありますので実際液晶の映ってる画面だけを横並びにしてみますと そんななに変わんないっていうことです、ね、こう重ねておいくと厚みもほぼ変わらず横幅もほぼ変わらないということで、えー、とご確認いただけるかなと思います縦幅はエクスペリア1の方がやはり随分一回りぐらい大きいですねこう並べてみると。 でも液晶の大きさは、まあ、実際には違うんでしょうけどそんなに変わらないというところですはい360度ご覧にいただいて、まあ、こんな感じですよということで見ていただきたいと思います はい、あと操作感ですね指の届き方ということで Xperia 1と iPhone12Pro、えー、横幅が同じなので、まあ、指の届く型で、まあ、操作の場合ですけど私の場合は、まあ、そんなに変わらないということでしたねはいはいということでいかがでしたでしょうか iPhone12Pro ゴールドの えー、イメージが少しでも伝わりましたでしょうか個人的にはすごく気に入っています、えー、購入のご検討中の方など、えー、少しでもご参考になればと思い動画を作りましたので、えー、何かの参考になれば幸いに思いますはい最後までご清聴ありがとうございますこの動画が良かったと感じられた方は高評価ボタンのクリックチャンネル登録にご協力をよろしくお願いいたしますありがとうございました